思い出すままに、高谷照子。あれからもう五十年暮らしたのか。まるであっという間の年月だった。振り返って思い出をたどってみると、戦中の経験がまざまざと心によみがえってくる。あの頃は私も二十代で、子供は一歳未満と三歳の男の子と、主人も健在だった。 主人は弘前の八師団司令部に勤務して家族一緒に弘前市内に借家して住んでいた戦争も末期になると連日本土空襲があって今度こそ青森弘前に来るのではないかいつ狙われるかわからないその不安と恐怖で毎夜ろくに寝ることもできず幼事を抱えて逃げ場もなく 死を覚悟の毎日を過ごしておりました。主人も家族のことを心配し、いよいよ青森、弘崎も危険だから、子供たちを連れて田舎の兄たちの疎開席へ避難してくれ。いつ空襲があるかもわからないから、ともかく田舎の方がここより安全だから、と説得されて行くことを承諾したけれど、 すでに電車も止まってしまっている状態だった疎開しようと相談しているうちにとうとう青森の大空襲が始まって夜空を見上げながら燃え盛る火の手を呆然と見つめていた両親や兄弟があの日の海をに逃げまどってどうなってしまったのかいても立ってもいられずただおろおろと泣き叫んでいた 何とか助かってくれるように、神仏に祈るより方法がなく、主人ともども心痛のうちに夜が明けてきた。白み染めた明け方早く、主人は軍の車に乗り、青森へ向かった。帰宅した主人の口から両親、兄弟の無事を聞いたが、父と妹は蔵の中で念仏を唱えながら死を免れ、 母と末の妹は海岸に逃げて海の中に入って生き延びることができたとのことでした。土蔵の中も火の中も熱くて熱くて煮えたぎった中に閉じ込められ、九死に一生得たということでした。海へ逃げる途中、焼夷弾が降ってきて妹の服が燃え出したので母は妹を道路に転がして火を消したが、 今でも妹の胸には戦争の傷跡が歴然と残っています。空襲直後の悲惨な焼け跡を歩いた主人は、土蔵の前の焼死体を父と間違って父が死んでいると思ったそうで、焼死体がゴロゴロ転がって無残なありさまで信じがたいひどい状態との報告でした。一刻も早く疎開した方がいいというので、 赤ん坊を背負い片手に3歳の子の手を引いて空いた手には鍋釜と少々の米を持って線路伝いに歩き出しました現在なら想像もできない惨めな格好でとぼとぼと歩いていきました途中鉄橋があって怖いと思いながら無我夢中でそろそろと渡りました今でもたまに夢を見るくらい緊張した気持ちで たただ一心に渡って行きました幼い子供たちを助けたい一年でした親子一体となって渡りきった時は胸がいっぱいになり涙で辺りがぼーっと霞んでしまいました疲れも感じなくて日高を目指して歩き通しました兄夫婦と赤ん坊の三人が狭い部屋に住んでいましたがびっくりしながらも喜んで迎えてくれました 水地も風呂も庭で石油缶を使いました。農家の片隅の小屋で暮らしていたのです。そこへ転がり込んだのだから兄も大変だったろう。食べ物が極度に不足していて配給も名ばかりのありさまで不足分をそれぞれに買い出しに歩いていた。浅ましいのも通り越して皆が食べることに目の色を変えて走り回って暮らしていた。 栄養不足で飢餓状態になり目ばかりギュルギュルしていた下の赤ん坊も生まれた時から母乳不足で随分泣かれた時々夢の中でいずこの中で精一杯涙を流して泣いている姿がつらい悲しい思い出として浮かんできてびっくりして目を覚ますことがある野草の中の食べられるものを取りに歩いたり 物々交換で食料を手に入れたり、苦しい毎日だったが、ある日父がリュックサックを背負って青森から訪ねてきて、空襲後の生活を話してくれた。たった一つ焼け残った土蔵に、両親と妹二人、いとこ二人と五人で暮らし、なんとか命だけは繋いでいるが、お前たちも頑張って生きてくれと。 痩せて黒ずんだ方に涙を流してかきくどいてその乏しい食料の中から孫たちに食べさせてくれと缶詰を取り出して置いていったその時の父の流した涙が忘れることができません空襲のすざまじ座を繰り返し話すうちに隣の完成堂の玉ちゃんと孫の陽子ちゃんの死んだことを語って あんなかわいい若い子がかわいそうなことをしたなぁ。動くてなと肩を落としていた。洋子ちゃんは船で浅虫方面へ逃げる途中、会場で射殺され、タマちゃんは低心体で空襲の最中、玉に当たって亡くなったとのことで、不憫でたまりませんでした。二人の笑顔を思い出すたびに涙ぐんでしまいました。 いよいよ生活もどん詰まりになってひたすら生きることのみに執念を使い何とか空襲から逃れることばかりを考えて暮らした暗い日々今振り返ってもぞっとする毎日でしたこれからの不安で眠れない夜でした横浜に住む妹に先日電話した時空襲の思い出を聞くと 用事があって私だけ弘前の姉さんのところへ泊まりに行った晩が青森空襲の日で真っ赤に焼けた青森の空を眺めて呆然としていたら兄さんが父さんも母さんも妹たちも全滅だろうこれからは君一人で生きていかねば覚悟を決めて生きていかねばダメだからしっかりしろよと言われたことが一番心に残っているわと言っていた 平和な毎日を送らせてもらうことのありがたさ。空襲後五十年を経て悪夢の連続だったあの頃を考えると二度と戦争はごめんです。父を求めて泣いた赤ん坊を五十歳を超えようとしている。誠に人生ぼう,ぼうとして時の流れの速さに飲み込まれて年を重ねてしまった。昨今の米不足も あの戦争当時に比べたらお話にもならない程度のもの。逃げ場もなかったあの恐怖に巻き込まれたら、生きながらの地獄の体験を味わうことになる。今の平和が長くいつまでも続くことを祈って、一日一日を大事に生きていきたい。もう父も母も夫も他界して、 空襲の恐怖を語り合うこともできなくなった。しかし、あの体験だけは年とともに鮮明に浮かんできて、消えることはない。敗戦とともに平和が訪れて、現在があることを思うと、犠牲になった人々の上に気づかれたことに深く感謝して、二度と戦争のないことを祈らずにはいられません。 私の心に刻み込まれている亡き夫の思いは敗戦直後にやっと生き延びてきた幼子たちを自分の手で殺すに忍びない自分にはできないそれは衝撃的な言葉で生きることを決意した言葉だったそのことはその後の私の生きる道しるべとなって強く現在まで支えてくれているこれからも 生きる限り支えてくれている。命を大事にした亡き夫の思いを忘れることはできない。